この北京でのギターソロはライブハウスでの演奏で、これもツイッターに動画のリンクも載せておくので見てもらったらわかると思うんですけど、何しろステージとお客さんとの距離がものすごい近い会場だったんですよ。なので最前列のお客さんがステージの上に飲みかけのドリンクとかを置くんですね。これって結構危ないんですよ。もしそのドリンクが倒れて機材にかかってしまったら、機材が壊れて演奏ができなくなるかもしれないし、まあ、最悪の場合それで感電事故って可能性もあります。だから演奏しながらその最前列のお客さんにジェスチャーで、そこにドリンク置かないでって頑張って伝えたんですよ。そしたらそのお客さんが後ろを向いてスッといなくなっちゃったんですよね。ちょっと悪いことしたかなと思ったんですけど、しばらくしたらその人がまたビール瓶を2本持って最前列に戻ってきて、そのうちの1本をステージの上に置くわけですね。その人を見てるとどうも悪気はなさそうなんですよね。で向こうもジェスチャーでどうぞ飲んでくださいみたいな感じで言ってきてるんですよ。それで気づいたんですけど、僕はそこにビールを置かないでって伝えたかったのに、向こうは僕がビール1本買ってきてって頼んでるんだと勘違いしてしまったみたいで、嬉しそうに乾杯したがってるので、まあ、しょうがなく一緒に一気飲みですよね。一気飲みしました。まあ、別にビール1本ぐらいならむしろ調子が良くなることもあるんで全然いいんですけど、ただその後メンバー紹介の時にビデオゲームオーケストラのリーダー中間翔太くんが、今日はもうツアー最終日だからたまにはステージで飲んじゃおうみたいなこと言い出して、まあそういう振りがあったんでも断れないじゃないですか。なので2本目もちゃんと飲んで弾いたのがプレリュードのタッピングのソロギターアレンジでした。まあ、そんなわけでぜひ足元の機材の周りのビール瓶にも注目して動画を楽しんでいただけたらと思います。